はい、いつもご利用誠にありがとうございます。はい、セーター、白いセーターですね、ご依頼いただいております。はい、こちらご覧ください。はい、ちょうどこのマークですね、バーバリーのマーク、はい、この左側ですね、向かって左側に、うっすらとした変色ですね。はい、何か飲食に伴う、染みかとは思いますけれども、それが日時の経過とともにね、酸化してこのように、表面化してきた、はい、そのような状態になります。はい、こちらちょっとね、それがね、さらにね、進行してね、はい、きつく発色している感じです。これはちょっと厳しそうですね。はい、それではまあ除去を進めてみますけれども、はい、そうですね、はい、はい、こちらは、ウール 100% の品になりますね。どっちこから、ここからやりますか。はい、こういったお品の難しいところは、染み抜きの、はい、染み抜きをするのに漂白するんですけれども、はい、漂白をするとね、白くなりすぎてしまう、ことがありますのでね。ウールの場合ですね、あまりね、このまま放置しますとね、徐々にね、この糸自体を犯していきますのでね、シミが。そこがまあシルクと少し違うところなんですけれども、あまりにもね、症状がね、進行しすぎますと、除去自体、試みること自体できない場合がありますのでね。はい、まだこの段階でしたらね、なんとか除去できますので、
ちょっと進みましたけれどもね、はい、これ以上やるとね、もうこの処理した箇所がね、白くなりすぎてね、かえって違和感出ますのでね、はい、なかなかね、技量が問われる、そうですね、シーンですね。はい、また後ほどね、こちらの方がちょっときつそうですけれどもね、ご報告の方はさせていただきたいと思います。はい、ご利用ありがとうございます。はい、セーターの染み抜き完了しております。はい、日時の経過に伴うね、はい、古い変色した染みが、数箇所ございました。はい、特にね、変色が濃く付着していたのはね、はい、このマークですね。はい、バーバリーズのマーク、はい、バーバリーズですね、これは S です、バーバリーズになりますけれども、はい、こちら隣ですね、はい、こちらに変色したシミがございましたがね、はい、こちらは除去させていただいております。はい、さらにですね、はい、そうですね、こちらはちょうど、このロゴマークからね、はい、ちょうどまっすぐに下がって、はい、た部分ですね、はい、このリブの少しやや上ぐらいになるんですけれどもね、はい、こちらがね、ものすごく色濃く変色が生じていた箇所だったんですけれどもね、はい、まあ、なんとかね、はい、除去させていただきました。はい、まあ、なかなかね、やはり変色もね、あそこまで濃くなるとね、どうしてもね、ウール素材ということでね、非常に、シミとね、生地がね、結びつきやすくなりますのでね、はい、できる限り早めにね、ご覧いただければと思いますけれどもね、はい、まあ、なんとかね、ギリギリ、まあ、除去できる、まあ、そういった状態でした。ただまあ、あれ以上ね、状態が、進むとですね、はい、非常にね、除去が困難になってきますのでね、はい、まあ、幸いにもね、はい、そのような状態じゃなかったということでね、はい、今回はきれいに除去することができております。はい、ご利用誠にありがとうございます。